蓮見選手もめちゃめちゃうまかったですよね。さあ蓮見選手が先行を取りました。さあ久々の蓮見選手ですけど、どういう打つのか楽しみですね。さあ山本選手20ラインしっかりキープしてきました。さあトリプルから狙えてますね。わあ相変わらずキレのいいダーツ。100取って320、いいですね。トリプルから381から、おーここも来たー、トエディ。さあ121取って199残り。さあ261から、さあここ大事ですよね。あっと20ライン外したくなかったですね。そして236から、うーん5にずれて231残り199から、トリプル捉えて139から、もう一本入ってきた。79から19チョイス。さあうまいなあ蓮見選手、すごいじゃないですか彼。さあ231残り、さあ80とで151から、151から、7トリプル入ったんですね。そして130残りとアレンジからの20ダブル。やっぱこう、やっぱすごいですね蓮見選手のこうブランクがちょっとあったとはいえ、このセンスがすごいですね。さあ20トリプルで、さあ先ほどの西谷選手ですね、もう一本20トリプル。もう一本20トリプル狙いに来ます。あっとこれは70残りを67で17に行って、51を決めて16残り8ダブル。さあ蓮見選手10ダブル。あっとここ決まらず、内に入れての5ダブルを狙った局面で内に入れて5残りと。さあ山本選手、さあ内に入れての4ダブル。内に入れての2ダブル、4残りですね。さあアレンジからの2ダブル。あーうまい、うまい、いやうまいな蓮見選手、着実に着実になんか
全然落ちてないですよね。やっぱキレがいいですもんね、蓮見選手。さあ、山本選手。山本選手もね、180決めて、いいダーツしてたんですけどね。140サート。いやー、140決めてきました。山本選手、うまいっす。さあ140返す、蓮見英明選手。さあ361、ここ大事ですね。140スタート、140スタート同士で1投目来たんですけど、山本選手が45で。少しロースコアなんでね、ここはしっかりと、あっと、付き合いですね、蓮見選手、お付き合い、316残り、山本選手。273残り。さあ273残り、21本、19からいくんですね。19からいって20、これでもう上がり目ないですね。94取っての192残り、蓮見選手。179。さあ58から、158から147。さあ87から17チョイスで17決めて18ダブル。決まらず、いやー、ナイスだな。なんかめちゃめちゃうまいですね、やっぱ蓮見選手。さあ、138、118で、さあ、98でもう一本いくのかな。さあ、18ダブル。1投目、うまい。蓮見選手、すごい。さあ、山本選手も、こうね、180を決めて、こう、スタッキングしてくれば続く感じで、いいダーツしてましたね。はい。